エドワード・ギアリー・ランスデールは、アメリカの軍人、諜報員。アメリカ陸軍及び、空軍の将校として勤務したほか、戦略情報局や中央情報局のエージェントとして、様々な秘密任務に従事した。最終階級は、空軍少将。冷戦初期における、アメリカの積極的行動の支持者の一人である。1908年、ランスデールは、 ミシガン州デトロイトにて、母、サラ・フランシス・フィリップスと、父、ヘンリー・ランス・デールのもとに4人兄弟の次男として、生を受けた。彼は、ミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの学校に通った後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学した。UCLA 卒業後は、雑誌、新聞記事の執筆者として働き、ロサンゼルスやサンフランシスコに暮らした。 第二次世界大戦中の1943年以降、ランスレールは陸軍省至たる戦略情報局の秘密工作官として情報任務に従事し昇進を重ねた。1945年、ランスレール少佐は西太平洋空軍司令部の情報部責任者に就任する。その後、1948年までフィリピン陸軍に出向し、 陸軍情報部の再構築支援や戦争捕虜問題の処理などにあたった。また、こうした公的な任務の裏で、旧日本軍がフィリピン各地に引徳した黄金の捜索及び回収という秘密任務にも従事した。ランスデールによって回収された金塊は、世界各地の銀行に送られ、CIA による秘密活動の資金として流用された。1947年、 アメリカ空軍が陸軍により独立すると、ランスデールは大尉として空軍に移籍し、間もなくして改めて少佐となる。1948年にフィリピンを離れると、コロラド州のローリー空軍基地内に設置された戦略情報学校で教官を務め、1949年には中佐となる。1950年、フィリピンにて共産ゲリラ組織、福原ハップと、 政府軍の戦闘が激化する中、エルピディオキリの大統領は、政府軍情報部への協力を行わせるべく、ランスデールをフィリピン合同米軍事顧問団の一員として派遣するように要請し、国防省ラモン・マグサイサイは、再びフィリピンを訪れたランスデールを連絡将校に任命した。ランスデールとマグサイサイは、親しい友人となり、マグサイサイは後に、 ランスレールの援助を得て大統領に就任している。1953年、ランスレールは、ジョン・ w オをダニエル将軍率いる、大仏軍事顧問団の一員として、インドシナに派遣され、ベトミントの戦いに参加することとなる。1954年から1957年に、かけて、彼は、サイゴンに駐在し、サイゴン軍事作戦部の部長を務めた。この間、 彼は、ベトナム国軍の訓練を指導した。また、自由の道作戦の一環として、カトリックを奨励するプロパガンダを行ったり、北ベトナムのエージェントが、南ベトナム内で攻撃を行っているという噂のルフを行った。1955年ベトナム国民投票の直前、ベトナム国首相ゴディン・ディエムが、元首オお題を解任し、また選挙の後に、 ベトナム共和国の建国と自らの大統領就任を宣言した。ランスレールは GM の顧問となり親密な関係を築くことに成功する。また1955年選挙の投票結果はランスレールによって操作されていたとも言われている。1957年から1963年にかけてランスレールは国防総省のいくつかの部局に配属され、 特殊作戦担当国防長官副補佐官、軍事援助に関する大統領委員会委員、国防長官補佐官の一人がランスデールであった可能性を疑っている。1991年の映画 JFK ではプラウティの見解に基づき、このランスデールらしき人物をモデルとした Y 将軍なるキャラクターが登場する。ありがとうございます。